昨年に引き続き立命館大学から新たなスターが誕生しました。10月25日木曜日、2018年度新人選手選択会議、通称ドラフト会議が行われました。立命館大学からは辰巳亮介選手が指名の瞬間を待ち構えていました。辰巳亮介、走攻守すべてを兼ね備えた大学ナンバーワン野手です。細身ながらパンチ力のあるバッティングに巧みなバットコントロールで関西学生野球連盟では歴代2位の122安打を築き上げました。また 50m5.7 秒の俊足を生かしたプレースタイルで注目を集めました。まだこれもちょっと厳しいんで、まあ、でもどの投手ももうプロ野球相手はプロ野球選手なんで、どの選手と対戦しても相手に不足はないかなと思うんで、一人一人のピッチャーを、打っていきたいなと思います。まずはまあ楽天カード作るところから行こうかなと思います。そうですね、まあ人としても、野球人としても成長できた4年間だと思ってます。ドラフトに向けても、後輩たちや、同学年の選手に、応援してもらったんで、まあ、最高の結果が出たんで良かったなと思います。本当に自由にやらせてもらったんで、自分で、考えてやっていきました。本当にもう気楽に過ごしてきたんですけど、さすがに当日ってなって、会見場に来た時は、本当にドキドキやったんですけど、本当に1位で指名していただいてよかったなと思います。厳しい世界に入るっていうことなんですけど、まあ大好きな野球を目いっぱいやれる、最高の舞台でやれるということで、1年目からフルスロットルで、レギュラー取れるように頑張っていきたいなというふうに思います。翌日26日、東北楽天ゴールデンイーグルスの球団関係者が指名挨拶に訪れました。そうですね、まあ、あのいい意味ですごくあのガツガツしてるなと、あのすごく野球をやっていく上ではプロの中で生きていく上ではすごく大事な部分だなと思いましたし、あのまだ自分にしっかりと自信を持っていることが、はい、プロに入ってくる時に大事なことだと思うので、はい、あのいい眼力してるなと思います。ドラフト1位指名の期待を受け、大学日本代表のキャプテンも務めた男は活躍の地を関西から東北へと移します。辰巳亮介選手のプロの舞台での活躍に期待しましょう。